制圧する。私の完璧な作戦に従えば勝利は間違いない。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。水曜コープ神の攻撃側、分離主義側で遊んでいきましょうよ。側いっぱい言っちゃったけど、いやすごいね、悲しいことがありまして、どこ行ってる、すごい悲しいことがありまして、始まる前に、まあ、この部屋にね私たどり着いたんですけども、なんとね、なんで受けんの、受ける受ける、押した、そのちょっと下にいるな、これ始まる前見たら、なんと6 レベル6の人が1人だけこの部屋にいて、俺が来たら、くそ、その6の人をね、これはキャリーするしかないと。一応私ね、長いことこのゲーム実況もしたりとかしてやってますけれども、グレネードしよう、いて、え、俺が死んだの、前の人は、前の人生きてるじゃん長いことやってますから、始めたばかりの人をねキャリーして、このゲームが面白いよということをね伝えるというのも私の大事な仕事だと思って、よし行こうってやってたんですけども、あの発射というか出発、10秒前くらいにですね、そっと部屋を退出されまして、どこに置いといたの、これ、こっち置いとくか、いや置いて、ちょ置いてくれなんで俺のタレット置けないんだよ、やったれやったれ、撃て撃て、あこっち止まってるよ、なんとかなってる、 B 増えてる、これ増えてないね、下にいるな、やめろやめろ、もう正確なエイムやめろ、そう、この縁にいるんでね、縁をきれいに押さえたい、縁をきれいに押さえたいんですよ。てっきりキャリー枠かと思ったらキャリーできんかったな。いや大丈夫だと思うよ、これ B そのまま取れそう、 こんななんかパイプぶち切れてたんだ、いいよ、ナイス、何使おうかな、こいつは十分溜まった、次の命令を待って、キャリーしたかったな、キャリーしたかったな、一番レベル低いのはダースモールか、スモール練習しよう、復讐の時が来た、行くぜ、どっちだ、A か、死を恐れるんだ、このものだ、行こうぜ、どこにいる、いるね、エアリアル、おい、なんだその動き、やめろ、いいぞ、やつらはもう死にかけだ、やつらはもう死にかけのようだぞ、死んだら来そうだな、これ、すぐやりやる、覚悟しろ、うすぐ、お前たちもう一枚は逆サイ来てんのか、沈んでかけるかな、向こう行ってこい、復讐を返し、あ、やめて、やべ、操作中になってる、どこだ、いる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 、なんかウーキーの鳴きもしたかった今、どっかにウーキーいない、なぜだと無用だ、
どこにウーキーいたよな今。え、どこどこどこ、いた、中ばっか。俺力を見誤らないようにしろ。ほい、あ、投げ捨て失敗しました。ははははは、やばい、やめろ。中のばっかがおるんよ。やめろ、せい、落ちろ。息の根を止めてやる。落ちない。ちょっと落ちないんですけど。中ばっかのやつ落ち、来る。雪が来たぞ。来てる来てる来てる。うう、あぶねえ、あぶねえ、危なかったぜ。落とそうと思ったら落ちなかったな。あ、ヨーダいる。ということでこっちじゃないね。ありがとうございます。いや、マスターヨーダいる、マスターヨーダいる。そっち鼓動をもっと抑えないか。うぅ、ウズ、いいぞいいぞ。よし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 、悪くない悪くない。いいぞ。で、神の攻撃側がマジ面白いんだよな。マジのレベル6の人をキャリーしたかった。結構今は多分レベル高い人。おっ、でもみんなレベル上げしてる。やった。いや、多分ねヨーダは無視した方がいいんだよね。攻撃すると来ちゃうから敵が。制圧中になってる。あ、なってるか。よし、 OK。 さてどう。エラーしっかりします。いるじゃん。これマスターヨーダー時間切れで追い出すか。そこまでじゃ。縛られてる。怒りは俺を導いている。あったつもりかの。滅べ。お前こそ。よし、私は時間切れでもいいんですよ。待って、みんな遊んでたわけじゃないんだ。ここが難しいのがまた面白いんだよね。え、覚悟しろ。やるぞ、ナイス。あぶねー、あぶねー。
危ない。切るぞ結構。情けなどに囚われるな。うわ、ロケット。危ない。モスク。やれやれ、いけてるか。なんか一般兵科はみんなレベル高かったんだよな。ヒーローのレベルはしっかりと上げに来てるね。あー危ないのがおる。やばいっすね。オビワンケノブ来ましたね。あ、やばいことになってる。お、いない。あ、これやばいやつ。これはやばいやつじゃないの。待った、あ、やばいね。これはやばいやつや。どうする、打開できそうなボスクか。やばいぞ。金は用意してるんだろう、ね、どっちだっけ。とりあえずゆっくり行こうぜ。私に構わ、うわぁ、お前こんなとこまであいつら来てんだけど。よっ、チャンスだ。バカが調子乗りやがって。いけいけ、バカ調子乗りやがって。やってやろうぜ。ガソ、ガソ負け。あ、俺の体力めっちゃねえ。気がついたら回復して。手段は選ばねえ。まずい。スコアキャーだぞ。見ててくれ。まずい。クソ、まずいぞ。これはまずいぞ。みんなキャリー しなければ。賞金稼ぎを呼んだのはお前か。俺がキャリーされてる説が出てきちゃった。みんな生き残ってるじゃないか。いや、来てる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 。もうめちゃめちゃいるんだが。え、きつい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 。あ、俺はこいつを連れてくしかないのか。来い来いや。しゃあ、いて、なになに、いたいたいた。なんで俺だけお手玉されんの。お手玉やめろ。ふざけんな、バカみたいにお手玉してきやがって。いいんじゃないか。俺キャリー枠として。俺はキャリーされる枠として。どうなってる今。生きてるのか。やった。キャリーされる枠。クローンの生産施設は閉鎖される。分析から共和国は時期に兵員不足に見舞われると予測される。逆に良かったのかもしれない。あのレベル6の人は
俺とやることによってこのゲームが嫌いに なってしまうかもしれなかった。いや、辛かったね。そして見てください、このゴリゴリレベルが上がる。これがトリプル XP マンスのいいとこですね。はい、というわけでね。キャリーしたかったんですけれども、キャリーされるというね。キャリーされるよりキャリーしたい。ということで、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。